こんにちは、参議院議員の西田昌司です。今日は、3月の8日の水曜日です。実はこの3月の、9日、明日ですね、明日木曜日、私は参議院の財政金融委員会で、大臣所信、昨日火曜日にですね、この鈴木財務大臣の所信表明があったんですけれども、まあそれを受けての質問をすることになっています。40分間ということなんですけれども、明日の、10時から始まる財政金融会でやるんですけれども、その、録画はですね、次の日の金曜日に多分上げることになろうかと思います。そこで今日は、まあどういう問題意識を持って、この質問をするのかという予告のようなですね、このお知らせを皆さん方に先にさせていただきます。と言いますのはですね、今日この後ですね、質問通告を、財務省側にすることになってるんですけれども、私はあの鈴木財務大臣の所信表明を見てまして、聞いてまして、あれと思ったのはですね、コロナ対策や景気対策等々いろんなことをやっていくんですけれども、その一方で、この何が起こるかわからない有事のためにもですね、財政の余力を残しておくことが必要だと。そういう意味で、2025年の PB 黒字化目標をしっかり堅持してやっていくと。まあ、こういう趣旨の発言をされているわけですね。で、実際問題として財政出動をしているのはその通りなんですよ。だからそこは良しなんですけれども、そもそも、有事のために備えて財政の健全化をしておかなければならないというのは一体どういう意味なんでしょうかというのが私の一番大きな問題意識なんですね。というのは、この例え話はですね、まさに家計には当てはまるんですね。このお父さんが倒れたりですね、病気になったり、事故にあったりとかね、また災害にあったりとか、まあ、いろんなことが将来予想されますから、できるだけ、無駄なお金は、省いてですね、貯金をして、そしていざという時にお金を、そういうために使えるように、またいざという時にお金が借りられるように、まあ、そういうふうに、家計は日頃から、質素倹約、それを旨にして貯金をしておかなければならない。まあ、これが、家計には当然当てはまります。で、しかし、この同じような家計と同じことが国家に当てはまるかというと、当然当てはまらないんですね。で、家計と国家財政との違いは、家計は、通貨を作ることができない。これ働かないと、誰かからいただかないと、この通貨供給できないわけですね。で、もしくは、お金を借りるということですね。土地を担保にしてお金を借りるとか、そういう形で銀行からお金を借りないと、通貨供給を受けることができない。しかし、財産がなければですよ、これ以上お金借りれませんし、またお金を、財産持っていても、目いっぱいお金を借りていれば、いればそれ以上お金借りれない。だから、日頃から、借金の額をそんなに増やさないでですね、この、いざという時にお金が借りれるように、またいざという時にお金が、使えるように貯金もしておかなきゃならない。まあ、こういうことに家計はなるわけですね。じゃあ、国家はどうかというと、そういう必要ないわけですね。いざという時は国債発行して、通貨、供給を、通貨を発行することによってですね、予算を組むことができるんです。これはもう、理屈を超えた事実なんですよね。で、事実として、そしてまた今、現実に、コロナ対応で、莫大な補正予算、まあ、投資予算も含めてですね、組んでいるわけですよ。で、これはなんで組めてるかというとですね、今、そういうふうに、国債発行によってやってるわけです。で、ですから家計のように、これ以上お金借りれませんとかね、そういうことにならないわけです。ですから一番いい例えがですね、国家はそのことを分かっていますから、基本的に預貯金っていうのはないんですよ。で、家計の場合には、皆さん方、やっぱりいざという時のためにですね、貯金を、預金をまた、貯めておられる方が多いと思いますね。で、そしてまた同じことが、地方公共団体も、していまして、財政調整基金という形で言われてますけれども、いざという時のためにですね、
そういう余剰の予算の余った分は使い切るんじゃなくて、少々貯めておくと。で、もしもの時の対応をそれでやっていくと。まあ、こういうふうにお金を貯めて、いざという時のために使うということを、家計と同じように地方公共団体もしてます。それなぜかというと、地方公共団体は、通貨発行権がないからなんですね。で、国のように、国債を発行して、いつでも、それを通貨として使うことができるという仕組みになっていません。で、そのために彼らは財政調整基金というのをね、持っているわけですよ。ところが、国家にはそういうものが、必要ありませんから、基本的に、その財政のための基金というのはやってないんですね。そうじゃなくて、例えば大学の研究費等ですね。まあ、毎年平準化し出すために、1兆円の基金を積んで、そこからその果実で、例えば、お金を運用して使いますというような、やり方はしてますけれども、将来に対する備えとしてお金を貯めておく、そういうことは一切していないんですよ。で、あるにもかかわらず、将来に備えて財政の健全化というのは一体どういう意味でしょうかというのが私の一番目の、問題なんですよね。で、これはどういうふうに答えられるかですけれども、まあおそらくですね、財務省が今まで言ってきたのは、要するに、まあこれ矢野さん、辞められた事務次官ですね、前の事務次官も、とにかく日本は今、氷山に向かって突進していると、財政をどんどん悪化させていけば、いずれ財政破綻する。タイタニック号のように氷山に衝突して沈没してしまうんだってなことを、脅して、文藝春秋に書いてましたけれどもね、まあ、このこういうことを言う人の論拠になっているのは、財政が悪いと、いつかですね財政が破綻すると、つまり赤字財政を続けていると財政が破綻するというのはいつか財政が破綻するという意味、この意味を矢野さん書いてませんけれども、結局ですね、一番わかりやすいのは、借金の返済できなくなる。まあ、デフォルトですよね。こういうことに起きるんだということを言ってるんだと思うんですね。でところが、デフォルトって絶対に起きないんですよね。日本のような国では。でなぜかというと、そもそも、孫子の代に、この、いわゆる、借金を残していいのかという議論が、よく財務省から言われてきましたけれども、万国の代に借金なんて残してないんですね。で、そもそも万国の代、例えば今から10年、20年後に国債償還をしなければならないとして、その時、万国の代が、払った税金でその償還をしているのかと。で、そう、もしそれが事実だったらですね、万国の代で使うべき予算が国債の償還のために使われてしまって、まあ、この代に、まさに借金を負わせたということになりますね。で、ところが現実にはそうじゃないんですね。まあ、この代になっても、償還期日が来た国債は、また新たな、国債を発行することによって、いわゆる借り換え債という形でですね、新たな国債を発行していた資金で、古い国債の償還をしていると。ということは、このマウコの代の税金を使ってるんじゃないんですね。で、その代わり、国債の償還によってですね、マウコの代で国債の額が減るということにもならない。依然として、我々の世代に出した国債は、マウコの代でも借り返債と変わるだけでずっと残ってるわけですね。で、これが事実ですね。で、それでいいわけなんですよ。なぜかというと、もしも、この国債の償還をして、例えば、まあ、ある1000兆円の国債をですね、償還してしまうと、1000兆円分、まさにこれは、民間に、の方に、保有されている預貯金から、それを税で吸い上げて、この償還するということになりますから、要するに通貨発行量がですね、1000兆円分だけ減ることになるんですね。で、そんなことしたら、これは大変なですね、経済危機、財政危機ではなくて、経済の危機になるのは、誰もが想像すれば分かる話だと思います。で、こういうふうに、根本的に、この財務省が説明してきたことの間違いはですね、家計と同じように、国家には、この通貨発行権がない、この、毎月毎月のサラリーで生きているように、毎月毎月入ってくる税収で、それぞれの経費を払ってるんだという思い込み、
これがこういう間違った例えを作り出してるんですね。だからここは違うということをですね、もう一度改めて、大臣との、質問の中でやり取りではっきりさせていきたいと思います。そしてまあ、その他ですね、まあ、そのこういう、この借金を返さなきゃならない、国債を返さなきゃならないというのが、いわゆる60年償還ルールを生み出してますが、この問題点についてもちょっと、議論していきたいと思いますが、まあ、矢野さんのですね、この矢野論文、これ文藝春秋で、一昨年書いたやつですかね。財務次官物申すってやつね。で、これで、しかし、正しいことも一つあるんですね。で、それ何かというと、消費税の話で、消費税を減らせという人がいるけれども、消費税は、ヨーロッパの場合にはですね、これは、転嫁が義務付けられてないから、例えば消費税分、下げてもですね、経済に変動は与えないと。むしろ、いわゆる、第二法人税のようにですね、法人が、事業者が払っているから、その分の物価を下げなければ、下げなければ結局事業者が儲かるだけなんです。で、そして逆に日本の場合にはですね、これ転嫁が義務付けられているから、例えば110円と表示してやつ、は消費税なくすと100円に戻すとかね、そういうことでものすごい手間がかかって大変なんですよと。JR の運賃表なんかも書き換えなきゃならないってなことを書いてあって、日本は転嫁が義務付けられているというふうに書いてるんですね。で、これはその通りなんですよ。ですから逆に消費税を上げれば間違いなく物価が、デフレだろうが上がっていってしまう。それがですね、日本の経済を悪くした根本なんですが、まあ、このことを私よく自分の YouTube や、チャンネル、西田、週刊西田でも取り上げてきましたら、多くの皆さんがね、西田さん間違ってると。日本の消費税は何も転嫁義務付けられてなんかいませんよ。ってな形でですね、よくこのメッセージが来るんですけれどもね。で、それが実は実質的には義務付けられているということを、この財務省とのやり取りの中でですね、しっかり皆さん方に証明していきますので、ここもぜひなぜ私がそういうことを言ってるのかということをご理解いただくためにも、これは金曜日の、この YouTube であげますので、ぜひ見ていただきたいと思います。ということで今日は、明日行われる、質問についての、これから財務省に、質問の事前の通告をしますけれども、その内容の一端をちょっとお話しさせていただきました。ぜひまた、金曜日に上げる予定ですけれども、こちらの動画の方もご期待ください。ありがとうございました。